時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイムマンチとは英語で、ムシャムシャとか、もぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、ムシャムシャ、もぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので、何か食べようかな。今日のおやつは、これチョコマシコエダあの頃のクリームソーダ味。 1971年に発売小麦パフとビスケットチョコレートのコンビネーションが特徴の枝の形をしたチョコレートでおなじみ森永製菓のロングセラーチョコレートブランド小枝は今年50周年を迎えさまざまなコラボ商品が登場していますその中の一つが期間限定のチョコ増し小枝あの頃のクリームソーダ味小枝特有のザクザク感をメロン風味のチョコレートでコーティング チョコレートの中には弾けるパチパチキャンディーが入っているので、まるでソーダ水のように弾ける味わいが楽しめるとのことです。罪悪感少なめな小さいパックに入っています。では今日のおやつ、森永製菓のチョコマシ小枝あの頃のクリームソーダ味いただきます。すごいですね。もう50周年。50年。めでたいですね。 50年前にだって小枝みたいな枝のチョコレートを作ろうって考えたって新しい斬新な発想ですよね。な,なんか考えたいね、うちらもね。マイクの形したチョコとか。<laughs> ストップウォッチの形したチョコとか。ダメ。カリフラワーカリフラワーいけるあ、ヘッドホンヘッドホンでかっか <laughs> カリフラワーチョコを作りましょう。 ではオープンあ、すごいえもうこれさあれですよもう枝じゃなくなってる <laughs> 緑なんですけど色がへえ開けた瞬間なんかガムみたいな香りがしましたね <laughs> ではいただきますうんあなんかあの めっちゃパチパチ来るお菓子を想像してたんですけど別にそのパチパチのなんかあの頭にブツ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 ,ブツってくるやつじゃないですね多分たまたまかなもう一個食べとこうちょっと違うかもしれない <laughs> うんうんもしたまたまじゃなければパチパチ入ってないですね <laughs> 入ってんのかなえどうしようパチパチどこ行ったし あ、入ってるわ。<laughs> これかな <laughs> 入ってますね。失礼いたしました。でもあの、パーってなるやつじゃないです。味は、<laughs> 確かにクリームソーダで、割とチョコっていうよりかは、ほんともうクリームソーダの味が強いかもしれないですね。どうなんですかね。皆さんは、あの頃の、あ、パチパチ来たいない 戻りますと皆さんはあの頃、どんな思い出があるんですか別れ話であったりここから恋が始まったという方一緒に食べてみてはいかがですかきっと心の中でパチパチはじけるでしょう。 マジタイム今日は森永製菓のチョコマチ小枝あの頃のクリームソーダ味いただきましたまたこの動画をジッ p f m ンの YouTube チャンネルにアップしますでぜひご覧ください <laughs> めっちゃバチバチしてるんだけど <laughs>